STRV-103、ST STRV-103、ストライズボン -103、ストリッツバグン -103 は、スウェーデン軍が装備していた、主力戦車である。ストライズボン S、ストリッツバグン S とも呼ばれ、その訳語から、S タンク、S タンクとも呼ばれる。ストライズボンとは、スウェーデン語で、戦車を意味する。STRV-103 は、他国の第二世代主力戦車に相当する戦車で、 設計の車体に 105mm ライフル砲を直接固定することで車高と全面投影面積を抑えており、手法に自動装填装置を装備することで車内スースの高さを最小限としている。スウェーデンは国防の方針として中立を胸とすることから、本社は自国内での運用を想定し、起伏に富んだ地形を活用する。 待ち伏せ戦術に順応したものとして開発されている。砲塔を持たない独特の形状から、駆逐戦車、自走砲、突撃砲などに誤解されることもある。1950年代中頃、スウェーデン軍はそれまでの主力戦車であったセンチュリオンを更新するため、新型戦車の設計案の入札を行った。これに対して、ランズベルク社、ボルボ社、ボフォース社の共同体は、 155mm 格好砲を搭載した重戦車を提案したが、これは軍が求めていたものに対しては課題で、費用のかかる選択肢だった。1956年には改めてスウェーデンの軍備局から、被弾面積を抑えるために非常に車高の低い設計案が提案された。この新たな設計案に基づいて、新型戦車の設計が進められ、 1958年に微妙に異なる2つの試作車両が完成し、1960年にはスウェーデン軍から10台の追加発注がなされた。最終的な試作車両は翌年の1961年に完成し、STRV-103 の名称が決定して1967年により量産が開始され、1971年までに300両が生産された。 STRV-103 は、戦車としては、非常に低い車高により、投影面積を減少させて、被弾率を減らし、命中した際は、鋭角の強いくさび型の形態の極めて浅い、車体上部の被弾軽視で砲弾を引き、砲弾が、車内に侵入した際は、上員区画前に配置されたエンジン区画で、食い止めるという設計で防御力を確保する。なおエンジン区画上部には、 大きなメンテナンスハッチがあり、このハッチは整備作業の都合上重装甲化できず、装甲としては極めて薄いもので、増設、強化することも困難である。全面配置されたエンジンを、ヒート、成形作薬弾への防御に利用する構想は、イスラエル国防軍のメルカバと共通する。結果として、本社の正面上部の防御力はほとんど被弾軽視に頼ることになっており、 左軽視の効果が薄いアプフスズに対する防御力は不十分なものとなっている。エンジンには、車体右側の出力 240HP のロールスロイス K60 ディーゼルエンジンに加え、車体左側に出力 300HP のボーイング500にガスタービンエンジンを搭載している。通常はディーゼルエンジンのみで巡航し、 路外での高速走行時などの大出力が要求される状況ではガスタービンエンジンを併用して走行する。2種類のエンジンを駆動力として併用する例は、軍用艦艇でコダグやコドックといった形式は見られるものの、戦車として実用された例は本車だけである。近年の戦車は搭載するベトロニクスへの電力供給として補助動力装置、発電用の小型エンジンを備えることもあるが、 動力用として複数のエンジンを搭載するのは STRV-103 のみであるルクレールのようにディーゼルエンジンの補助としてガスタービンエンジンが一体化された例はある。変速機にはボルボ社製のダブルディファレンシャルトルクコンバータ複合型自動変速機が使用されている。全身2段、更新2段とシンプルな構造から故障しにくく整備性が高い。 足回りには、油気圧式の可変喧嘩装置を備えた片側4個の大型天輪と片側2個の小型上部持輪を持ち、立体は小型で、コンパクトな構造ゆえに設置長が短いことを補うためと、陶器に積雪地での行動を容易にするために、幅の広いものを使用して設置圧を抑えている。車高が低い上に方が低い位置で突き出しているため、障害物を乗り越える。 超包み軌道には注意が必要で、離体の設置長が短いため、地面に掘られた残豪などを乗り越える、調合性能が通常の戦車に比べてやや低い、との評価があった。手法は、イギリスのロイヤルオードナンス射精、L705mm51 口径ライフル砲をベースに62口径に長方進化したもので、L74 と呼ばれる。l は、 自動装填装置により、最大毎分15発の発射速度を持つ。車体後部に褒美を挟んで左右に、各25発ずつ、合計50発の 105mm 砲弾を収容する弾倉を持ち、車体後部にある2つのハッチを使って相談される。弾倉に相談される魂は、アプズ、装弾灯付けて交弾25発、HE、榴弾20発、発煙弾5発とされ、 弾装への装填所要時間は、110分とされる。スウェーデン陸軍ではもともと使用していた、アプズに変えて、イスラエル製の M111 アプフスズ、装弾頭付き翼安定鉄鋼弾を採用して、運用している。車体前方左側上あつらには、副武装として、KSP587.62mm 機関銃2丁が、 収められたボックスが装備されており、もう一丁の KSP587.62mm 機関銃が社長用潜望鏡脇の銃火に装着されている。砲手と社長には OP-1L 観測潜望鏡及び二軸安定化された双眼照準器が備えられ、砲手用照準器には新ラット射精の LV300 レーザー側延器が組み込まれている。 社長用にはほぼ全集を視認できる視察キューポーラが装備されており、社長はこれを使って周囲を捜索する。手法は、車体に完全に固定されているために個別に動かすことはできず、標準は、車体旋回と独自の油圧式喧嘩装置による姿勢制御によって、車体ごと歩を動かして行う。側面へ攻撃する場合、 通常の戦車は砲塔を回転させて対応するが、本車の場合は車体ごと回転する必要があるため、超新地旋回の高速性も重視されている。車体のサイズに比べり体の設置部分が少ないこともあり、他国の戦車に比べて速い速度での超新地旋回が可能であり、また、法の標準に用いる必要性上、精度の高い左右旋回を可能としている。 油気圧姿勢制御による方の不要は、マイナス10度からプラス12度の範囲が可能で、この機構は、傾斜地に車体を追従させた射撃を可能にし、開発コンセプトである待ち伏せ戦術に適応した車両になっている。本社は砲塔を持たず、全乗員が車体内に配置されている。車体右側に社長、左側に操縦士、そして操縦士の後方に、 背中合わせに通信士が配置されている。乗員の任務担当は、通常の戦車とは異なっており、車体ごと歩を動かす特性から、操縦席は下記管制装置を備えており、操縦士が報酬を兼務する。社長席にも下記管制装置と操縦装置が備えられており、社長及び操縦士の双方で操縦と戦闘を行うことが可能となっている。 通常は操縦試験報酬が単独で担当し、社長は戦闘式に専念する。法が車体に固定されているため、交代時に砲塔を後方に向けて戦闘することはできない。そのため、更新時にも前進時と同じだけの戦闘力と機動性を発揮できるよう、前進するのとほぼ同じ速度で更新することができる。車体後方にも後ろ向きに、 操縦士席に備えられているものと同様の操縦装置が備えられており、通信士が副操縦士として、更新時の操縦を単当たる。また、通信士兼副操縦士は、自動装填装置故障時の装填士を兼務する。射撃と操縦を前方に向けて配置されている一人のみでこなせる構造から、理論上上位に一名の状態でも、移動と射撃が可能である。本社は、 当初生産された車両に加えて、追加生産が行われ、追加生産された車両からは、全線での陣地構築の速応性を考慮に入れて、ハイドバンを標準装備とし、水上浮上航行用の防水スクリーンが標準装備された。追加生産車の登場以降、便宜上初期生産型は A 型、追加生産型は B 型と呼称されることになった。 ハイド版と水上機構装置は B 型の生産開始以降 A 型にも順次追加装備されており改修後の A 型と B 型の外観にはほとんど差がない1983年からは各部を改修した C 型の開発が行われており翌1984年には改修試作車が完成し既存の車両への改修作業が進められた C 型は 高主用超準機のレーザー側縁機を新ラット射程のに変更し、射撃統制コンピュータをセンチュリオン抽選車の改良型と同じものに換装している。ディーゼルエンジンを出力 290HP のデトロイトディーゼル射製の 6V-53TV 型6気筒液きターボチャージドディーゼルエンジンに換装し、変速機もボフォース射程自動変速機、全身3段。 更新3段に移送している。車体上面には、ディラン照明弾発射機が増設され、車体側面に、容量22リットル、この軽油タンクを複数装着することで構成された、増加燃料保険用のサイドスカートを装着し、車体前端に、ヒーと弾用の削除装甲を装備することにより、生産性の向上を図っている。A 型および B 型の全車両は、 C 型へと回収されている。C 型をさらに改良したものとして、運用ソフトウェアを新規更新し、全天候対応型サーモグラフィー式暗視装置を搭載した D 型が開発され評価運用されたが、正式採用及び既存車両への回収はなされなかった。一両のみの試作車は、スウェーデン陸軍気候部隊博物館で展示されている。本社は、 独自の開発目標を独自の構造により実現したものだったが、砲塔を持たない構造から移動しつつ、側面を攻撃するような後進艦射撃は不可能。射高の低さから見通し範囲が狭く周辺視察能が不足する、車体高の低さや、立体の設置長の短さから、路外走行性能に、やや難がある、自動装填装置や2系統のエンジン。 特殊油気圧式喧嘩装置を持つ複雑な構造にもかかわらず乗員が3名視界なために野戦整備の負担が高いなどの問題があった。後継として同じコンセプトを発展させた車両である重量55トン自動装填装置不 140mm 格好および 40mm 機関砲を装備する STRV2000 の開発が1984年より 開発されたが、コストの面から、開発計画は1994年には中止され、スウェーデン陸軍は、STRV-103 の後継としては、通常形式の戦車である、STRV-121、レオパルト 2A4 及び、STRV-122、レオパルト 2A5 回を導入し、STRV-103 は、全車が退役した。LVKV ビッグ40。 ラフトバンズアーキルーリーコナンバンビッグ40とも、呼ばれる STRV-103 のエンジン及び、トランスミッションと走行装置を流用した車体を持つ、自走式対空砲。ビッグ40とは、ボン、エルデルドニング、オータマカナン、40mm の略で、スウェーデン語で、射撃管制装置不機関砲搭載自走砲、40mm 型、を意味する。 走行装,装置及びエンジンは同一だが、STRV-103 とは、形状の異なる車体を持ち、重量は29トン、最高時速時速60キロメートル。走行圧は5から15ミリメートル、車体後半部に40ミリメートル連装機関砲と、対空レーダーを装備した多面対抗性の大型回転砲塔を搭載している。操縦席は、車体ではなく砲塔左側部にあり、 上院は三名、社長、報酬、操縦士で、全上院が宝刀内に配置される方式であった。s t r v 百三と同じく油気圧式可変喧嘩装置を備えるが、全体車高の上下が可能なのみで、s t r v 百三のような前、後継機構はない。s t r v 百三と並行して九百六十年より、開発計画が開始され、ランズベルク社が 開発主体として選定された。1962年には試作者の製作を開始したが、社格的に軍が当初要求していた、自社のみで目標の策、表情が可能で、独立した全天候対空戦闘が可能なものという、性能を達成することが可能なレーダー、波長3センチメートル、捜索範囲、周囲20キロメートル、高度1万メートルのものが搭載される予定であったと、 情報理装置を搭載することが難しく、要求性能は、目標情報は別個の広域捜索レーダーより伝達され、その情報に従い自社は、目標追尾と射撃照準のみを行うものに、下方修正された。新たな車載レーダーは、エリクソン社が開発を担当したが、これも砲塔にレーダーアンテナと情報処理装置を搭載することが、重量的に難しく、 最終的には射撃照準のみが可能な小型のものが、搭載さ、このレーダーは旧式で、補足範囲が非常に短かった。1964年には、試作1号車が完成したが、開発当初に予定した全転候射撃性能を発揮することが不可能になった上、開発に想定以上の期間と費用を要し、1両、あたりの価格が予定した配備数を調達するとが難しいものとなる。 と結論された。高度な射撃管制装置と大口径機関砲を備えた自走対空砲というもの自体に対する費用対効果も疑問視され、量産は行われず試作のみに終わった。タミヤ模型がバルカン戦車と相性をつけてプラモデルを販売していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。